か、エグサさんもどうですか。いいですか。ありがとうございます。5月13日日曜日、はい、日曜日だったら多分大丈夫です、うん、で時間が2時間なんですけど3時か3時半ぐらいですけど、詳細はまた連絡しますので、うん、おめでとう。ちょっともうだいぶ前だったね、今日だから。それがいいよ。短いじゃん。楽でいい。楽っていうか、いやー、やっぱり、式はね、ちょっとね、どうなのってあるよね。でも今からそんなにさ、ちゃんと式、危ないってことがあるで。ね、うん、もう、披露宴とちょっと全部一緒、一緒っていうか。あります。うん、知らない人が結構。いや、誰かさ、誰か関係あるじゃないですか。入った今撮れたらかっこよかったっすね。おお。もうそれも去年出して、もう1年超えました。あ、予約してからは本当に1時間、何もほとんどそうか、うん、
谷口さんももう仕事をしだしたんですよ。ついに、うん、まあ、これなんですよ。もともと遠いしないよね。まあ、そうですね。で、ほら、吉田さんとか来なくなったでしょ。ああ、ヨッシーの方が北海道でしょ。で、白井君来ないでしょ。白井君で見ない。多分いや、もう今やってないじゃん。いや、やってない。てか、だって子供があるでしょ。おお、入った。子供で今いっぱいなんですね。これでしょうがない。吉田さんも全然来てない。吉田さんと吉田さんと全然来た。年末の忘年会で会ったぐらい。吉田さん忘年会いたっけ。いた気がする。すみません。すみません。そうそうそう。よくでもあれカバー取ったよね、もう一回。ラケットの振りと当たりとが一致しないと。難しい。ともちゃん、そういえばさ、あそこ行ってる？あの千代田って。